やってみろ。外さないよ。じゃあ、行くぞ。
開けてみるか。開いたぜ。 鍵がねえな。
なかなかいい感じし。 Us. DVD プレイヤーも値下がりしたんじゃねえのか？は？俺が無所に入る前はまだ高くて買えなかったんだよ。だけど、そろそろ値段もこなれてくる頃だろ？
VHS とかもうだいぶ安くなってんだろうけどさ。 VHS もう長らく見なくなったな。え、どういうことだ。どっから説明するか難しいが、いろいろと後目争いは大変ってことだな。そうなのか。こんなところにナズナが生えてるな。ナズナ？野草だよ。おひたしにすると結構うまいんだぜ。あとカラスのエンドウやヨモギ、ドクダミソウもその辺で取れるぞ。へえ、ナンバは野草に詳しいんだな。まあな、最初はいろいろ食って死にかけたりもしたが、だんだん体でわかるようになって、今じゃ大体の野草はわかるぜ。やばい見た目のもんほどうまかったりするんだよ。これが人類で初めてウニを食った人ってきっとあんたみたいなやつなんだな。お前それ褒めてねえだろ。開けてみるか。やったぜ。私の番ですね。ほら来いよ。俺の番。遅れてるね。まったく本気でやる。
見つけたぜ。 いらっしゃいませ。ありがとうございました。
けてみるか。あ、いたぜ。ゲーセン寄ってかねえか。気晴らししたい気分なんだ。ゲームか。ちょっと苦い思い出があるんだよね。ん？ルールに厳しい家だったから、ゲームは1日1時間を守らないといけなくて、1分でも超えるとゲーム機ごと青龍刀で真っ二つっす。さすがハンピン・リューマンの家庭だ。ゲーム禁止にされちゃったんだけど、やっぱり遊びたいじゃない。だから見つからないようにこっそり隠れて遊んでいたんだけど、ビジュアルメモリの電池が切れてピーってなってしまって。ドリームキャストをやってたのか。あれが人生最大の修羅場だったよ。かなり鍛えられた。で、何の話だっけ。いや、何でもない。先を急ごうぜ。
さないぞ。私の番です。ごちそうさまでした。ありがとうございました。開けてみるか。やったぜ。おい、待てよ一番。なんだよ急に大阪に行くって。
荒川のおやっさんには助けがいるんだ。この俺の助けがな。三つから連絡があったんだよ。今おやっさんも蒼天堀に向かってるとこだ。なんで大阪に？俺もまだ詳しく聞いたわけじゃねえよ。蒼天堀っつったら近江の総本山じゃねえか。お前向こうで素性知れたらやべえだろ。よく考えろよ。でも助けがいるっておやっさんが言ってんだ。でそのおやっさんが大阪に向かってんだよ。だから俺も行くんだ。考える必要なんかねえ。足立さん、こうなっちまったらこいつは止めらんねえだろ。分かってるよ。ったく。でも一番よ、偉人町の方はどうすんだ。もうすぐ選挙だぞ。お前が青木亮に喧嘩売るって言うから俺らも付き合って今まで金稼いできたんだぜ。分かってる。とりあえず供託金の300万は作れたよな。その金は俺がこれから清流会に預けに行くよ。金はできても問題は残ったままです。まだ久米の対抗馬に立てられる人間が見つかってませんので。そいつは星野会長が何とかするって話だったろ。約束は守ってくれる人だ。こっちは金を用意して、あとは会長を信じようぜ。なるほど。では道中お気をつけて。ほらイケメン、勝手に見送ろうとしてんじゃないっての。本当に行くの？だったらみんなで行こうよ。いいね。俺大阪にはまだ行ったことないんだよね。いや悪いが、蒼天堀行くのは俺だけだ。足立さんの言う通り、向こうは近江の本拠地。やべえ連中のど真ん中なんだからな。それにこれは俺の個人的な理由からだ。お前らを巻き込みたくねえ。そんなこと言うなよ。俺たち仲間だったはずだろ。仲間だから頼んでんだ。俺にもしものことがあったら。勝手なことばっか言いやがる。まあとにかくよ、せっかく貯めた300万行ってくるぜ。ここにいたかい。
本当に親父はわざわざ蒼天堀まで出向かなきゃならなかったのか。ええ、渡瀬は若頭です。そして荒川の親父は渡瀬の代行の立場。渡瀬とは早めに一度顔を突き合わせて挨拶しておくのは当然かと。なるほど。なら、なんで今回に限って事後報告なんだ。親父の動きは逐一報告しろと言ってたはずだ。申し訳ありません、若。私も先ほど知らされたもので。そうか。ま、あとは何が起きるか見物だな。え、何が起きるかと申しますと。考えてみろ。渡瀬勝と荒川真澄、その二人が顔を合わせるんだ。ただ挨拶だけで終わるのか。そんなはずはない。親父は何か企んでるんだ。まさか何か企んでいるとは。近江の会長は、ええ、じゃあ、いえ、ですが確かに渡瀬の出生期に会長が正式に後見。つまりそうなれば自動的に渡瀬が近江の会長に就任ってことだ。そしてきっとその時代がしばらく続くことになるんだろう。でももし後目の話が起きる前に渡瀬がいなくなると話は違ってくるよな。え親父はそうなる前に渡瀬を消す気かもな。荒川の親父がまさかそこまでやるとは。そうかな。カムロ町参詣作戦の時、俺は近江を、しかし、ええ、親父のおかげでカムロ町から登場会が追い出され、参詣作戦の成功が世に広まり、俺の顔も立った。でも登場会が消えたそのどさくさに自分は自分でちゃっかりしてるよ。正直あんなに変わり身がうまいとは思うつくっ。親父が渡瀬を消して近江を乗っ取ろうってのは身内が仕切る方が今後何かと都合もいい。ただ気になることもある。親父が渡瀬に会い、だが俺のよ、それはもし事前に連絡もなく渡瀬を消し、消した後も報告もないようだったら、それは俺への裏切りだ。絶対に言う。親父が若を裏切るなんてことは。いや、裏切りだ。ヤクザが力を震えるのはあくまで俺の監視下でだけだ。俺の立場はもはや参詣作戦の時とは違うんだよ。表の世界の頂点に立とうという人間、そのポリ必要なのは。沢城、俺と親父、お前は、俺は親父から若のことを託された人間です。その命令は何よりも若を一番に思うということでした。なら親父の動きは細かく監視し。わかりました。大阪には天道を向かわせます。いつお戻りやったんですか。今日の昼や。明日は頭の出所やさかいな。あれ、そうなんでっか。はっ、仇は知らんでええこっちゃ。いや、やめてくださいよ。何やと。なんでもありまへん。
仕事ありますんで。おっとボーイさん、これおかわりな。あ、私も私も。よー一番、スマホずっと見てたって、ミツって野郎がすぐ電話してくれるわけでもねえんだからよ。つまんねえ顔してねえで。うん、賛成。大阪って最高だね。だーもううるせえな。だから俺は一人で来るっつったのによ。春日さん、どちらへ。トイレ全然飲んでないのにもう酔ったの。電話待ちってのが落ち着かねえ。あいつ、いつになったらかけてくんだ。向こうは花からいつ。まあな、近江の本部で宴会の準備だとか言ってた。こっちはおやっさんの件でそれどころじゃねえってのに。そもそもそれを言ってもよ、荒川真澄が大阪に来てんの。そうなのか。客同士だ。もうちょっと待った。くそ、どうした。ニコ念願のカムロップとツーショットだとよ。あの野郎、こっちの気も知らねえで。一番、写真見てくれたかい。レアなんだよあれ。彼気まぐれで町のどこにいるかわかんないじゃない。だから見つけちゃった時はもうテンション上がっちゃって。もういい、わかったから。え、どうしたの。あのさ、悪いがこっちは取り込み中だよ。1日か2日ぐらい連絡は遠慮してもらうぜ。ニック、取り込み中。おお、ベリービジーね。でも Why?とにかくよ、落ち着いたらこっちから連絡する。それまでカムロップとよろしくやってね。おう、ソーリーね。でもそんなに怒って。 What happened? じゃあな。カリカリしないでよ、ミスター一番。すまん。カズがよ、そんなにカリカリするくれえならさっさと本部に行っちまえよ。え、こんなとこで連絡待ちしてるなんて。あらかま、ああ、そう言ってまいります。やれやれ。なあ。
らっしゃい。ありがとうね。いらっしゃい。ありがとうね。おっと。サインがある。誰だそれ。まあいわゆる地下アイドルってやつだよ。へえ、ナンバそういうの好きだったんだな。別に好きじゃねえよ。一時期ちょっと興味があっただけでさ。はあ、ん、このタイプのサインを書いてるってことは、あ、これは6年くらい前のか。結構レアだな。ちょっと興味ある割には詳しすぎんだろ。いや、モエポンのこの書き方はセカンドのレコ発ツアーの時のだ。あんたも、お、私の番です。やってみろ。きねえ。俺が番だな。遊んでくんない。ほら来いよ。俺の番か。いらっしゃいませ。いただき、ごちそうさまでした。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
らっしゃいませ。ありがとうございました。なんだ。おい。わかった。邪魔だよ。
するかね。ほら私の番だ。ザコが、ほら来いよ。俺の番だ。叩きなめ。また強くなっちゃったね。痛い目に合わせますよ。してみろ。
ってみろ。叩きなめてね。俺の番だな。やめんな。捕まるぜ。慣れましたね。また強くなっちまったか。
許さないよ。容赦しねえぞ。さて勝てると思ってよ。待てて、待てて。俺の番だ。叩きなめ。よし、行くぞ。見せてやるよ。社長パワーだ。やるか。どうするかね。やってみろ。死ね。死ね。やる気でね。私の場面だよ。ほら、来いよ。俺の番だな。やる気でねえ。本気でやってんの。さて。邪魔だよ。なっちゃった。私の番です。よろしくお見せすんなよ。本気でやってんの。俺の番。じゃあ来てみろ。よし、行くぞ。俺の番か。
私の番ですね。ほら来いよ。敵に逃げてくれ。一つ上の男。また強くなっちまった。